じゃじゃじゃちょっと衝撃的なことがあってさ、まあ、野球でポジショニングを出すって、まあ、データじゃない、一口で言えば AI だけどさ、はい、バッティングでピッチャーとかトラックマンとかあってあります、ね、スピン量とかあります、ね、ちっちゃいスピン量が上がったりとかして、はい、どうやったらスピン量が上がるかっていう投げ方もいろいろ研究されてきてる、はいはい、こうバッティングでさ衝撃だったのがこれ分かんないでしょ、なんすか、こういうやつなの、はいはいはい、まあ、グリップエンドにつけるんだよ、はいはいはい、グリップエンドにこうやってつける、はいはいはい、これスイングしただけじゃちょっと分からないんだけど、はい、これバッティングをするとさ、このバットの入射角だとかインパクトゾーンの長さ、ヘッドスピードだとかそういうものが出てくるんだって、ちゃんと。なるほど、プロがもう使ってるんだよ実際に、横浜とか、DeNA、だ実際にボールを打つと出るってことですか、出る、あ、なるほど、だから、はい、どのぐらいの角度で出てきたか、はいはい、でヒッティングゾーンというかインパクトゾーンがどのぐらい長いか、はい、これね、はい、DeNA をやってる人に聞いたんだけど、はい、1軍の選手はねインパクトゾーンが長いんだって、でこれがファームで取ると短いんだって、やっぱり1軍と2軍の差っていうのはスイングで言えば、はい、そういうところに出てくるんだ、でもそれをじゃあそのゾーンを広げるためにもっとこうした方がいいとか、だからどういうスイングをすればいいか、ああなるほどなるほど、それ全部数字で出るんですか、数字で出る、数字で出る、実際打たなきゃいけないから、はい、打った映像も撮りながら、はい、これが出てくる、数字がバーンって、すごいっすねそれ、だからフライボール革命って言うけども、はいはい、こっから打ってる人はダメなんだって、やっぱり入射角はこう出てきて、はい、こっからこういう風なスイングをこう上にこう持ち上げるみたいなボールをしないとダメらしい、これが、はい、だから例えばプロのピッチャーが平均150キロだとするじゃない、はい、これを打つためのスイングってやっぱこうあるわけよ、だからこれを俺は何を言いたいかというと、はい、アマチュアの時からこれを取り入れて、はい、スイングをそういう風なバッティング練習をできるようになってくると、うん、これはプロに早道だよ、いやまあ確かに、ね、高いんじゃないですかってプロとかで使ってるやつですよね、あこれは、はい、だからまあ2万円ぐらい、え安っ、2万円ぐらいでパソコンに連動させて、はい、iPhone でもいいんだよ、携帯で、えマジっすか、で iPhone があって、はい、そこに連動させるともう打ったらそこにパラーンと数字が出てくるらしい、それプロも使ってるやつですね、プロも使ってる、これが、うん、野村がいるでしょ、はい、出てくれたでしょ、はい、あれ息子が大学でやってるんだよ、それにつけさせて、はい、ちょっとスイングをこう改造していくっていうことをやろうとしてるんだ、そうなんすか、で野村は持ってたんだよ、でどうしたのって言ったら、はい、アメリカに用事があって DeNA の人が、あ進藤か、はい、進藤っていう選手が、進藤さん、はい、うん、あいつがなんかアメリカ飛んだ時にちょっとこういうのがあるから買ってきてくれって買ってきてくれたんだ、はい、それをたまたまもらった時に俺も一緒にいたんだよ、それなんだっちゅう話から、はいはい、そういう話になったほんとは DeNA のその解析する人間がいたからちょっと話聞かせてくれたら、まあ親切に教えてくれたんだ、だから要はインパクトゾーンが長い人が打てるんですよ、へえすごい、だから坂本なんか半端なく長いらしいよ、ああやっぱそうなんすね、それがちゃんと数字として全部っていうことですね、筒香が三振がちょっとパッと増えたところがあったから、この入射角がこう寝てるんだ、だから体が反りすぎっていうデータが出るんだ、はい、だからもうちょっと起こした方がいい、そこまで出るんですか、そういうの、豊さんのインパクトゾーンも見たいですか、あ実際やって、俺もちょっと測ってみたいな、測ってみて、まあスイング自体はそんなに変わってないと思うから、いやそうです、でも当時はなかったわけですよね、もちろんあるわけないよねお前、ロウソク立ててスイングしてたんですよだからまあこのチャンネルでこれをちょっと購入して、はい、バッティングセンターでもいいから、はい、ちょっと行ってみたいよな、行きましょうよこれ、でもアマチュアの人で本当にプロ目指してる人がプロに入ってで通用するスイングとか、うん、そういうのを身につけたいじゃん、はい、案件でも何でもないけど、ね、なんで俺が紹介しないといけないんだ俺が衝撃を受けたという話が、だから、まあ、ぜひチャンネルでね、はい、購入してそれでちょっとやってみたよね、いや本当にね、どういう数字が出るか、ね、楽しみに、ありがとうございます、打撃向上しましょう、はい、よろしくお願いします。